102歳になる私が本当にこの感じたことはですね、自分の運命を自分でデザインしようというんでしょう。運命というものは与えられたものじゃないんでしょう。皆さんがデザインをするんです。日本の終戦の日である8月15日、日野原重明先生はニューヨーク在住の若手起業家や学生、アーティストなどが集まる異業種交流会で講演を行いました。1911年に生まれ、2度の世界大戦や生死に関わる病気、東日本大震災などを経験してきた日野原先生。この日は100人以上の参加者に向けて生き方を変えることについて語りました。動物はですね、この走り方を変えることはできない。鳥は鳥、飛び方を変えることはできない。だがですね、人は生き方を変えることができる。皆さんはですね、いろんなことがある。日本においては311事件でですね、大変なことが起こって、子供や親や孫が亡くなって、自分だけが生き残ったような人もありますね。いろんなそのような不幸な出来事があるわけでありますがね、そういう時にですね、人間は初めて自分の生き方をね、変えるチャンスが来たって。だからチャンスというのはいいチャンスになるし、悪い生活条件があった時に、私たちはですね、その悪い生活条件の中にどう生きるかということを自分でですね、考える。現在も東京の聖路加国際病院で医師として回診を行うほか、全国を飛び回り週におよそ2回のペースで講演をしている日野原先生。また日本各地の小学校などで戦争を知らない10歳前後の子どもたちに命の授業を行っています。2003年に始まったこの命の授業は今年で10年を迎えました。そこで教えられるのは命の大切さ、そして平和についてです。小さい時から平和こそが大切だって、人間がね、他人のですね、この人間同士が戦って殺し合うようなことはあってはならないっていうことをね、やがて大人になったらね、君たちは与えられた命をね、どういうふうにそれを生かすかということを考えなくちゃならない。最後にアメリカに住む日本人に今何を望むか伺いました。違った環境の中で日本をね、もう一度勉強して再発見をするような機会があるからね、そういうふうにですね、日本を冷静に観察するような目をね、外国に行って養ってほしいですね。そして足らないところに対して自分の使命感を持って何をやろうということをね、決めてほしい。自分のビジョンを明確に考え直して行動にこれから移して生きていこうと思います。人生を変えなくちゃいけない時がある。それは苦しいことがあった時にこそ変えられるっていう言葉がすごい心に響きました。